はい。皆さん、こんにちは。チです。今日の株式マーケットをですね、大きく反発をした一日になりましたが、えー、皆さんはこの上昇をどう見てますでしょうか今日ですね、上昇した理由としては後ほど詳しく見ていきますけれども、アメリカの ADP の雇用の数値がですね、予想よりもまあ悪かったということで、思った以上にですね、物価上昇に対しての圧力っていうのが弱まってくるんじゃないかってことですね。今、非常にパウエル議長も毎回毎回、 え、いろんなところで、え、今、声が強すぎると、まあ、いい話をずっとしてきましたけれども、え、この声の数値が弱かったっていうところが、まあ、一つ安心材料となった形となっています。おとといには、え、求人のですね、数とかっていうところも、え、すべてのアナリスト、エコノミストかの予想よりもですね、強かったみたいな感じで、まあ、今日の声の声の、今日の声の数値は、え、すべてのエコノミストの予想よりも弱かったんですよね。なで、ちょっとまあ、あの、データによって違うしてはいるんですが、 やっぱりですね、こういったデータが出たことによって、一転して、また、なんとなくポジション的にはフラットになったのかなと思います。一応今週の金曜日ですね、雇用統計があるので、これでまた大きくマーケット動いていくんじゃないかと思います。どうなるかはですね、一ああつ重要なポイントではあるんですけれども、この雇用の数値に加えて、やっぱりすごく注目を集めるのが CPI の数値でもあると思うんですね。 なのでまあこの雇用の数値だけではなくて CPM も合わせて判断していかなければいけないなというところとまああとはですねやっぱり今のタイミングでどんな数値が出たとしても早めに利下げになろう、利下げしようみたいな感じには全くならないと思うので今はですね正直そこまでインパクトがあるニュースになるかというか上昇していくニュースに株式が上昇していくニュースになるかっていうと正直そこまででも 僕はないんじゃないかなと思うので、いずれにせよアメリカの物価上昇だったりとか雇用ううの数値はすごく重要な一方で、やっぱりアメリカは今後、大手企業の業績、まあいわゆる決算ですよね。であとは決算と思っている以上に、景気がですね、まあ強く維持されてしまうのかとか、まあそのバランスと、まあそれとアメリカの物価上昇のバランスとかっていうところで、どれぐらいですね、もっと引き締めなきゃいけないのかとか、 その引き締めなきゃいけない状況の中で、アメリカの業績、アメリカの企業の業績が、どれぐらい急速に悪くなってきているのかとかですね。そういったバランスっていうのが、まあ今後はすごく大事になってくると思うので、まあこうなったら絶対、あの、こうだよみたいなシナリオっていうのが、すごく今は予想しづらい展開になってきているんではないかなと思います。いずれにせよ、毎回毎回ですね。 え、経済指標みたいな判断というところが今は求められていると思いますし、え、どちらかに大きく偏ったポジションというよりも、え、若干ですね、今は、株式マーケットアップサイド、今、金利やっぱりずっと上がり続けているので、重いんじゃないかなと思います。なので今は、え、過度なリスクテイクっていうのは行わないで、え、ポジションの調整っていうところをですね、え、していくことが、え、求められるというか、まあ、過度なポジションを取らない、大きいポジションは取らないっていうのが、いいんではないかなと僕は思っています。はい。で、 今日はですね、いろんな方からまたコメントが出ていたりとか、ま、あとは今後のアメリカの経済の方向感をですね、占っていく上ですごく重要なニュースもあるので、最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。ま、あとはですね、引き続き、f x t g t キャンペーンやってます。講座解説するだけで1万5000分の取引ボーナス。そして、入金額、取引額に応じて、入金額の20%ないし、今50%ぐらいのですね、レンジでボーナスキャンペーンっていうのを常に f x g t やってますので、 え、株、為替、コモィティ、そして仮想通貨、取引したいよう、一つの構図で、え、便利な取引、講座欲しいなと思っている方は、え、ぜひですね、使っていただければと思います。はい、ってことで、皆さんと一緒に、まずはですね、え、の方を見ていきましょう。で、えー、今日はですね、え、株式マーケット、非常にまあ、好調には見えていると思いますが、えー、ダウという観点で言うと、0.39%のプラス、え、ラスタックは、プラスの1.35%、S&P が、プラスの0.81%となっておりました。 これはですね、おとといの上昇分を取り戻したところまではいかないので、まだまだもう少し、全戻しまでは幅があるのかなと思いますし、やっぱりマーケットはそんなに簡単に全般的な株価の回復っていうのは今の状況は正直難しいと思うんですよね。なので、あまり株価のアップサイドを狙っていくようなポジションっていうのは今取らない方が僕はいいんじゃないかなと思っています。 はい。で、12年債の金利に関しては7ベースの下落。今4.73というところまで金利は下がってきました。で、2年債の金利なんですけれども、今日は11ベース下がって5.07というところで引き続き5%以上の金利を維持しているというのが、今の短期金利の状況かなと思います。はい。まあ、あとはですね、皆さん非常に気になっているドル円なんですけれども、 今日はですね、一時期149.30とかですね、そのあたりまで上がりましたが、現在は149.07というところで推移をしております。はい。まあ引き続き、どれに関してはアップサイドを意識する展開が続くと思いますし、まあこれはですね、判定正直しないと思うので、安くなったらというか安いタイミングで買って、まあ上がったら売るみたいな、まあそういったちょっとレンジっぽいような取引っていうのが今は 非常にやりやすい市場環境なんではないかなと思っています。はい。で、えー、これはですね、まずナスダックのチャートなんですけれども、えー、今の状況で、えー、まあ、見てみると、昨日の下落分を取り戻しているようには見えなくはないんですけれども、まあ、やっぱり、えー、同じ規模を戻せていないっていうのは、マーケットがまだまだプラスな方向感にちょっと向かっていくのが難しいのかなというふうに僕はと、捉えていますと。あとは、えー、こちらダウですけれども、 まあダフなんかに関しては、まあ全然正直戻ってないですよね。まああとは、S、え S&P というところも同様で、まあ大きく反発をできていたのは、デック銘柄まあ大型銘柄だけだったのかなと思うので、まあこういったちょっと比べてみると、えまだまだ株式マーケットは、えベマーケット入りというか、あの、すごくパフォーマンスが、ま出づらい環境に、えあるんではないかなと思います。はい。まああとは今日ですね。 金利も大きくまた下がってはいるように見えましたが、昨日の上昇の半分ぐらいしか下がっていないので、まだまだやっぱり金利の上昇圧力っていうのは続いていくのかなと僕は思っていますし、これ何回も何回も皆さんにお伝えしていますが、金利は上がって下がって上がって下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 がってみたいな、こういったパターンをですね、繰り返し、今だまだ形成しながら上昇しているような形となっておりますので、 そんなに簡単に下落方向に向かわないような今の状況なんではないかなというのは思っています。はい。で、えー、他にはですね、ちょっと皆さんの中で、まあ見てる方はどれぐらいいるかわかりませんが、えー、クリプトですね、えー、ビットコインに関しては現在27,700ということころでこちらも反発をしていて、まあ、リスクアセット全体、全般的に戻ってくるというような今状況ではあるんですが、まあ結構このビットコインとかはですね、えー、もう3ヶ月から半年以内に ATF の承認が行われるっていうようなニュースも今、クリプト界では今日ですね、出てはいたので、非常にまた注目が高まってくるんじゃないかなと思いますので、興味ある方はぜひですね、注目していただけるといいんじゃないかなと思っています。はい。で、ここからですね、ニュース見ていきたいと思いますが、今日一番大きく注目を集めたニュースですが、アメリカの ADP の民間雇用者数というところの数値が、すべてのエコノミストの予想を下回る弱い数値でしたと。で、 同じくですね、この数値の中で発表されていたのが、同じ職に留まった人の賃金というのが、ここ2年間で最小の上昇率。まあ、これがまだ5%超えてるんですけれども、今、まだ物価上昇の圧力というところが、引き続き強く影響はあるんですが、これが鈍化してきてるっていうのは、一つ、しっかりとした改善点として映っているのかなと思います。で、この後ですね、まあ、しっかりと、 雇用統計、どうなるかっていうのがやっぱり気になるポイントではあるんですけれども、やっぱりですね、雇用統計と ADP って、もう相関全然ないんですよ。まあ、プラスの相関が若干ちょっとあるかないかぐらいなんですけれども、まあ、だから今回のこの上昇っていうのは、逆にちょっとまあ無視するというか、気にしない方が僕はいいんじゃないかなと思います。で、どちらかというと、あの、先日発表がありました、雇用さん、あの、求人の数値っていうところと、 え、まあ、合わせてこれが比べられていると思うんですけれども、やっぱりですね、あの、なかなか、どの指標が重要かっていうところを考えた方が僕はいいかなと思ってて、この一個一個の数値を見て判断していくってこともやっぱり重要なんですが、やっぱり雇用、雇用といえば雇用統計というところが今一番のメインになっていると思いますし、物価上昇率でいえば、今 CPI を見てみんな取引をしているんではないかなと思うので、 それ以外の仕様に関しては、まあ、参考にするのはもちろんいいと思うんですけれども、まあ、それをベースとして、方向感の、あの、方向感を、まあ、狙ったような、取るような、ポジション取りっていうのは、まあ、しない方が僕はいいんじゃないかなと思っています。はい。で、まあ、そんな中ですね、えー、フォーシ C ーでの利上げを含む状況なんですけれども、結構一気に減速した感じは、あるなという感じですね。えー、今日の ADP の数値以下によっては、 あ、じゃなくて、金曜日の、あの、こういう時の数時間によっては、またドーンと戻る可能性があるので、まあ、一個一個のデータを見てというよりも、えー、ま、今のやっぱりトレンドというか、流れを見ながら、あの、判断というところが、ま、必要なのかなと思うので、まあ、今は今日はこういう時点ではあるんですけれども、あ、じゃあこうなっていくのか、ではなくて、まあ、今日の発表を得て、え、これぐらいまあマーケットはちょっと動いたのか、みたいな感じと、捉え方を、ま、一日一日していくのかなと、まあ、ちょっと過剰な、僕はですね、 あの、楽観的な動きに、あの、見えなくはないかなと思っているので、え、ちょっと金曜日、逆の数値が出たときに、え、強い声の数値が出たときは、少し怖いなというふうには思っています。はい。で、まあ、これ以外ですね、今、アメリカの30年ものの住宅ローン、これ、固定の金利がですね、え、7.5%を超えていきました。非常に高い金利ですよね。7.5%で借りて、あの、なんだろう、お金儲かるというか、借りれんのみたいな、返せんのっていうのを 正直あると思うんですよね。で、これは2000年以来で、えー、購入者がどん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 当然のごとく低迷していますと。で、えー、これがまだ続いていくような状況なんじゃないかっていうのも、今記事としては後ほど出てくるのでご紹介をしたいんですけれども、今のですね、この、えー、こちらにもあります通り、30年ものの固定金利の、この今水準っていうのは、えー、2000年来で,で、かつ住宅購入の申請の指数っていうのは、 1995年以来の低水準ということで、めちゃくちゃ今、えー、新しく家を買おうっていう人が減ってきてるんですよね。で、えー、みんな今は自分が持っている家っていうのは、まあ、新しく買ったりもできないので、まあ、当然売らないと。もう売ったら住む場所なくなっちゃいますっていう人が、まあ、結構多いので、えー、売り物もですね、出ないんですよね。で、まあ、こんな状況の中で、えー、自分の持っている家をですね、高く売るっていうのはもう至難の業ですと。 何かじゃあレバレッジ効かしてお金を借りて高い金額でも買ってやろうみたいな人が今家をですね買ってやろうという人がいないので今の状況を鑑みるともう少し住宅マーケットっていうのは景気交代に寄与するというかまあ悪循環に陥ってまだまだ行くんじゃないかなという今状況かと思いますでまあそんな中8%までですねモーゲッジレートまあ今の30年ものの固定金利っていうのが上がっていくんじゃないかというふうに 言われてるんですよ。で、誰が借りるんだっていうふうに思うじゃないですか。まあ、借りたい人なんて正直いないですし、まあ、そんなに多くないんですけれども、とはいえ、今、やっぱり、あの、気にしておかなきゃいけないのは、ちょっとこのチャート面白いなと思ったのでご紹介するんですけれども、まあ、やっぱりですね、あの、今の状況で、そもそも貸したいっていう人もいないんですよね。じゃあ、今、アメリカの金利が5%ですと。で5、5%の中で、え、じゃあ、 まあ、なんだろう。それと比較してえ、住宅をこれから買うっていう人に対して、じゃあ、どれぐらいの金利で貸そうかっていうのは、またちょっと難しい話で、7%とかだったらもう払えないに決まってるじゃんっていう感じじゃないですか。7%の金利ですよ。例えば、これで5000万円の物件買って7%って、あの、まあ単純計算すると、まあ350万ぐらい、まあ3万5、まあ、350万ぐらいの金利、毎年払わなきゃいけないわけじゃないですか。 で、プラス、えー、まあ、他のいろんな出費もあるので、まあ、そんな金額払えないでしょう。であれば、どこかのタイミングで、えー、この借りてるお金とか利子とかって払えなくなっちゃうんだから、まあ、当然のごとく、えー、今後、えー、住宅の価格が、ま、下がってくるかもしれないし、まあ、あとは貸したお金も不良再建になる可能性があると。で、そうすると、まあ、今のこの、 米国債と似たような、近いような水準じゃ、全くもって貸せないんですよね。なので、そういったリスクも鑑みると、もう7.5%が今なってますけれども8、8%ぐらい取らないと貸し手としては、もう無理ですと。まあそういった状況に、まさに今なっているんですよね。で、今はやっぱ住宅を担保とした、え、ローンを出したい人っていうのが、もうめちゃくちゃ減ってきてるので、まあだからこそ、まあさらに、え、こういった金利が上がっていますし、え、そういった、 え、住宅をローンとローンの担保とした、えー、債券の,の、債券の買い手っていうのも、ま、全然いないんですよね。で、これを銀行は例えば貸すじゃないですか。で、この銀行貸して、この債券をですね、自分で持ってたくないので、あの、マーケットに証券化して売るんですよね。誰か、あの、別の投資家に。で、そうすると、いやいやいや、こんな、あの、金利じゃ買えないよ、ということで、どん,どん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 金利が、あの、そういった、 えー、まあ、いわゆるモーゲッジボンドみたいな領域で、どん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 上がっていくっていうようなことも、ま、今起きてますと。で、これが今ちょっとチャート出てるんですけれども、一番下が米国の、えー、今4.5%を超えてるから、まあ、これ10年歳なのかなまあ、3、え、そうですね。10年歳で、え、一番上が、え、モーゲッジ。これが、ま、30年の固定の金利。銀行が、え、皆さんとか、まあ、あと今のタイミングで家を買いたい人に貸す金利ですね。で、え、これを、じゃあですね、 証券化して、えー、このリスク代わりに取ってもいいよっていう人たちに対しては、まあ、今だいたい6.4%とか5%で、えー、売ると。で、この鞘を抜くってことをやってるんですけども、この今のだいたい7.5%と、えー、例えば6.3%、のこの鞘をですね、銀行は、えー、まあ、取ると。ただし、これをですね、あのー、なかなかやっぱり、取るのが難しくなってきてるっていうか、まあ、この鞘をですね、利益率を維持するのであれば、 えー、モーゲッジ、まあ、これは住宅金利をですね、貸さなに住宅のローンを貸さの、えー、金利っていうのもどん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 上げていかなきゃいけないですし、もう今のこの住宅を担保とした労災権買いたい人いないので、であればどん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 その金利が、まあその、そういった人たちに買ってもらうための金利が上がってきて、じゃあもっと高く貸さなきゃ、うわーみたいな感じに、まあ、今金利のマーケットがなってるっていう感じですね。まあ、ちょっとわかりづらかったから、もしわかんなかったらもう一回ちょっと、 あの、今の説明聞いていただくと分かるかなというふうに思うので、ぜひですね、ちょっと見ていただけると嬉しいです。はい。で、もう一個はですね、アメリカの今ですね、会員の議長が解任されました。これ結構驚くべきことなんですけれども、先日までですね、予算案の議論をしてましたよね。で、アメリカで初めて本当にデフォルトするんじゃないかみたいなことも言われていたんですけれども、一応このマッカーシーっていう方のですね、 まあいろんなその仲裁というか、いろんなえまあ議論をしていただいたことによって、閉鎖をせずにですね、うまくいったんですけれども、一部、そのえ議論の内容とか、まとまった内容に対して、納得いかなかった人がですね、彼を解任するということをしたんですけれども、ああ自分の党側の人だったんですよ。彼は共和党側なんですけれども、共和党側の人から、 なんで勝手に合意してんだよこんな条件でみたいな感じで言われて、結局それで、えー、まあ、追い詰められてというか、あの、みんなで投票して、はい、もうやめてもらいましょう、みたいな感じになってしまったんですよね。で、今、あの、これは民主党もそうだと思うんですけれども、特に共和党は、えー、本当に中がすごくもつれていると。っていうのも、以前のですね、トランプ大統領のタイミングで、トランプ支持派と、 トランプ大統領が負けて、トランプいなくなりましたけれども、まあ、そこで入ってきた人たちの中でも結構分断が起きていて、共和党内ではすごくですね、意見の、ま、意見のまとわりっていうのが今ない意見をまとめていくっていうのはすごく難しい状況になってきていると。で、これによってまあ将来的にまた政治的な混乱が起こってくる可能性もまだまだあるんじゃないか、高いんじゃないかというふうにも言われていて、これがですね、アメリカの え、景気だったりとか、政治の不安定さっていうのにつながっていって、え、やっぱりですね、株式マーケットにも影響を与えてくる、あの、あとは債券のマーケットにも与えてくるんじゃないかなというふうにも言われているので、アメリカにちょっと資金をですね、え、大量にやっぱ保管しておくというか投資するっていうのが、ちょっと、あの、リスク高いかなっていうふうに思うような、ま、状況にまたなってきていると思います。はい。で、あとはですね、え、今、今というかちょっと前にアメリカの自動車関連のですね、 え、業界で、ストライク、ストライキがあったと思います。これは賃上げのお話ですけれども、今回はですね、いわゆるその、病院とか、そういった領域でのまたストライキが起こっていますと。やっぱり今、ヘルスケアワーカーっていうのは、これ、あの、アメリカだけではないと思うんですけれども、人が足りなかったりとかしていて、すごく肉体的に厳しい環境、労働環境に今なっていますし、今なってましたし、今はまだあると。 で、えー、そういう中で、頑張って働いているのがもっと賃上げしてくれよ、みたいな動きが、まあアメリカ中でどん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 広がってきているというのが、今まさに起こってますね。で、これは物価上昇っていうところに対して、寄与していくってこともそうなんですけれども、やっぱりですね、これは自動車の業界もそうですが、やっぱ彼らに休まれてしまうと、あの自動車の生産ができなかったりとか、まあヘルスケアのサービスの提供とかできなくなってしまうじゃないですか。 そうすると、社会的なシステムの不安定さみたいなところが、やっぱりすごく楽しさが難しくなったり、あとは経営にかかるコストっていうのが、ま,あ、また余分にさらにかかったりとかっていうような状況に、まあ、今なったりとかなりそうなんですよね。やっぱこう見るとアメリカっていうのは今本当に、じゃあ経済がこのまま判定して戻ってくるみたいな、まあ、そんなバラ色のシナリオをですね、簡単に描けるような今状況ではないと、今いうふうに、 え、思いますので、やっぱり、あの、金融の政策っていうところがもう少し安定してきたりしないと、アメリカ株への投資っていうのは、やっぱり難しいのかなと思いますし、これだけやっぱりアメリカの政府だったりとか、そういったものが混乱してくる中で、じゃあビットコインって、そういう政府とかにコントロールされないようなアセットなので、いいよね、みたいな話にもなってきやすくなるのかなと思うので、やっぱりですね、ビットコインとかっていうところの、 まあいわゆる仮想通貨と言われるアセットクラスに関しては、すごく今後も注目を集めていくと思うので、まだ持ってないよって方は、まあ買わなくてもいいので、やっぱりちょっと注目をして、しっかり見ておくってことは、非常に面白いアセットクラスだと思うので、ぜひそういった観点でも見ていただけるといいんじゃないかなと思っています。はい、ってことで皆さん今日もどうかご視聴ありがとうございました。また確かの動こでお会いしましょう。さよなら。